前回の続きでね、銀を運びなさいって言ってるんですけど、まだ1体も運べてない。まあ、1単位という単位がよくわからないんですけどね。もうちょっと銀を運ぶか。1,2,3,4,5,6 これを君に恋してる今までも、なんでもない。ここもっと車両を走らせてくれって言ってるような気がするね。ここ。ここはそうでもないね。ここもなんか人が結構人待ってるね。ここは、まあここもね、待っちゃってるね。4台、1個ずつ増やして、ここは2台。ここも2台。6台買って、こことここは2台ずつ。1,2,3,4,5,6。これはここに2台。このブルーなやつ。ああ、じゃなくてね、2つあるんだよね、ここね。まあ2台をブルー、2台ずつ置きたいね、両方に。だから、14に2台。
それから、操作が慣れてないからね、考えちゃうんだよ、いちいちね。次15かな。それから、ここもなんか需要がいつの間にか増えたな。2台付け加えちゃおうか。この街がですね、結構待ってるので、4台で、2台2台で、これを16、1台ずつ変えちゃおうか。1、ああも13路線に、13路線、のこれがね、悪いって書いたんで、これはね、どうしたらいいんだろう。一回打っちゃって、これ何用かな？荷物用かな？一回これ打っちゃってね。あれ、打っちゃった。売ったと思ってんだけどね、売ってないのかな、これ。13路線。13路線っていうのは？
どこだろう、13って。ここか。8路線。パンを輸送してるやつだね。違えた。間違えちゃったよ。今のやつ。
ああ、ここにも運ぶのか、銀を。なるほど。今気がついた。その前にここにね、パンを送らないといけないので、8番にね、送らないといけないんですよ。8番に。8番、8番ですよ。ああ、違うのか。うまくいかねえな。パンを運ぶ。
13番、13番、49、13番、13番、13番は銀を買うやつ、銀を運ぶやつ。違うんだよ、俺がやりたいことは、銀を運ぶやつ。13番、路線12、これは人と人を運んでんのかな。1011、1011はどこだ。
路線7、1076だ。1076だ。Now that the civil servants and Brits are occupied, you could devote yourself to more important things. There are vast amounts of crude oil in the desert. This stuff makes it possible to drive an automobile, a newfangled recent invention from a fellow German. But the fact is,The new rulers of the Ottoman Empire are pretty shady figures. So get moving and secure access to the oil fields. Then organize transport for the oil. The more machines, the quicker the pace. That goes for completing the Baghdad Railway and for extracting crude oil. Okay. And the quicker the better. Things are slowly getting creepy. じゃあちょっとね、今回はここまでにしよう。